え、今が皆様ご存知だと思うのですが、ラプンツェルです。ディズニー国は後でしようね、ミュージカルやるんで。MC か、私も MC 下手なんですけどね。正直まだ実感がなくて、最後っていう、でずっと実感ないのかなと思ってた。さっき小池が急にそういう雰囲気出しやがってあ、なんか急にああみたいになりました。何言えばいいんだろう。私も4年間ちゃんと出席したんですけど、この合宿に。私本当に、1年の前半いなくて、基本にで合宿もずっと行くの迷ってて、まあ、でも聞いてみて、その時に先輩とか同期とかと仲良くなれたから、合宿はすごい思い出深いイベントです。で、なんかこうやってバンド決まった時にいいよ座ってて、バンド決まった時に、あ、なんか後輩しかいないなって思ってまあなりしょういたんだけど、後輩ばっかだなって思って、あ、当たり前かって、私たちが一番上だわ今っていうのが正直な感想でした。で、ね、私もいつもヘラヘラしてるから、ゆうたどっちも2個一緒で、だからゆうたがいろいろ仕切ってくれて、まあ頼りになったなっていう、ほんとそうだよ、そうそうっていうやつですね。そうそうそう、なんだかんだいいやつ。なんだろうな、で私結構先輩とすごい仲良くさせてもらった。マイクが落ちました。怖い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 、大丈夫？ありがとう、かける、ありがとう、ありがとう、大丈夫？うん、まあ、はい。で、先輩と仲良くて、先輩とばっか遊んでて、まあ、同期も遊んでたんですけど、まあ、そこら辺のね、受けとか、タスクとか、山上とか、あ、遊んだ遊んだ、とにかく遊ぶことが多くて、で、私、後輩と仲良くなるのが下手くそですごい。で、なおかつ今サークルが全然なくなったから、ちょっと仲良くなるのにすんごい時間かかって、今の3年生もすんごい時間かかりました。うん、ね、だから本当実感ないからまだ何話していいか分かんないんですけど、今来てくれてる1年生はもうこれから毎年ね出てほしいなと思ってます。こうやって身内だけでわちゃわちゃできるのなかなかないので、なんだろうな。あとはまあ同期と後輩と先輩みんな大切にして、みんなと遊んでくれるといいかなと思います。で、私もまだあと半年ぐらいいるので、遊んでくれると、暇なんでマジで学校も週1しかないし、ゼミしかないから。そう、ね。みんな遊んでくれると嬉しいです。まあ、ちょっと長くなっちゃうから、私、いいや、また打ち上げで話してください、いっぱい。私もだるがら見しに行くんで、よろしくお願いします。はい、終わりです。お待たせしました。Thank you.